怖いけど爆笑です。ウォッチモジョジャパンへようこそ。今回は私たちが選んだ面白いパロディーホラー映画ランキングトップ10です。Is it clear? No. How many? Lots. このランキングではスクリームのようにホラージャンルの枠を超えていてもパロディーの元ネタとなった映画は除外します。There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number one, you can never have sex. 第10位、タッカーとデイル、史上最悪についてない奴ら。You guys, going camping? 見た目とは裏腹です。この映画では2人の男性が山奥に住む精神病持ちの殺人鬼だと大学生のグループに勘違いをされます。さまざまなアクシデントをきっかけに大学生は次々と死亡していき、タッカーとデイルへの疑いは強まるばかり。タッカーとデイルは困惑しつつも冷静でいようと試みます。It doesn't matter what happened. What matters is what looks like what happened. And what looks like what happened is pretty nasty.定評のある山小屋の設定と狂った田舎者という偏見がこの映画で見事にマッチし、深まる一方の思い違いとダークコメディで血みどろな事態へ発展していきます。この手のジャンルが好きだけどまだ見ていないという方は要チェックです。 You say you are just working when this kid ran up and stuffed his head into that wood chipper? That's a fact. That is a fact. 第9位、ビハインド・ザ・マスク。ビハインド・ザ・マスクはスラッシャー映画の殺人鬼たちとそれを真似ようとする人物が実在したという設定の映画です。レスリー・バーノンが最初の犯罪を計画している姿をドキュメンタリーのクルーが追っていきます。 I can't just sit here on the first night I ever met you and explain it to you. It's got to come from your own understanding of the process. ホラー映画らしからぬ無表情のギャグや一風変わったユーモアが飛び交う中、ホラーシーンやリアリティのある撮影方法、それにインタビューのシーンは正反対に恐怖をそそります。 While they regroup, I have a short window to prepare for when it all gets outside. Then I work my way back to the front of the house, and here's where the timing becomes critical.それにホラーアイコンのロバート・イングランドなども登場します。 Why are you following this girl? Who are you people? We're just sitting here, man. Oh, really? スラッシャー映画に捧ぐ面白さと愛のこもったビハインド・ザ・マスクはもっと評価されるべきホラーパロディです。第8位、デコボコ・フランケンシュタインの巻。今回の中で最も古い映画のデコボコフランケンシュタインの巻は、ついてない荷物係の2人が狼男に頼まれた荷物を美術館に運びます。ですがその中にはかの有名な怪物フランケンシュタインとドラキュラが入っていました。そしてたくさんの騒ぎや恐ろしい出来事が立て続けに起こります。素晴らしい映像効果を駆使したコメディチックな登場人物たちが送る真のホラー映画です。Let's barricade the door. Come on, get it over there. Get in there.Okay, come on. Come on. Come on. Put your shoulder to the overhead. Hold on tight. Barricade it. He can't get in. This is the last shot. 映画はホラージャンルとクラシックの銀幕コメディをミックスしたユニークな作品に仕上がっています。最高に面白いと言われるのは当然ですね。The next time that I tell you that I saw something when I saw it, you believe me that I saw it. All relax. Now that we've seen the last of Dracula, the Wolfman and the monster, there's nobody to frighten us anymore. 第7位、ファイナルガールズ、惨劇のシナリオ。このランキングに登場する映画のほとんどはお決まりのホラーといった感じですが、ファイナルガールズは全く違ったコンセプトを起用しています。Okay, so we're in the movie.主人公のマックスとその友人たちはマックスの亡き母が主演を務めたスラッシャー映画に潜り込んでしまいます。 Oh, hi. I'm Nancy. What's your name? 登場人物たちは様々な方法で映画の世界に入ったことを表現します。話を覆してみたり、タイトルをいじってみたり、ホラー映画ということとは裏腹にその行動はどれも面白く完璧なパロディーとなっています。それにお約束が詰まったこの楽しい映画の中にはマックスが母の死をようやく受け入れられるようになるという感動的なシーンもあります。I'm not lost. I'm right here, right? You'll always know where to find me, okay?
第6位ゾンビランド。このゾンビコメディではゾンビアポカリプスの生存者4人が家族や安全、それにトゥインキーを求めてアメリカを旅します。Not just any box of Twinkies, the last box of Twinkies that anyone will enjoy in the whole universe. これはゾンビアポカリプスを題材にコメディを詰め込んだグロテスクでとても愉快な映画です。And why am I alive when everyone around me has turned to meat? It's because of my list of rules. Rule number one for surviving Zombieland, cardio.ゾンビランドのルールなどギャグが素晴らしい上にもう一度見たくなるような驚きのゲストも亀を出演しています。 Bill Murray, you're a zombie. それに引用したくなるセリフ、豪華キャスト、魅力的なキャラクターたちに富んだこの映画は10年以上経っても続編を待ち望まれたホラーパロディ作品です。第5位シェアハウス with ヴァンパイア。ニュージーランドは意外と多くのホラー映画を輩出していますが、中でも私たちのお気に入りはシェアハウス with ヴァンパイア。モキュメンタリー風に撮影されたこの映画は共同生活をするヴァンパイアを撮影クルーがドキュメンタリー風に追っています。 Guys, I think that we're not all pulling our weight here. We're not just pointing the finger at you, Deacon. You're a cool guy, but you're not pulling your weight in the flat.変わった性格を持った多種多様なヴァンパイアたちは何も知らない外の世界で友人を作ろうと試みます。その姿はまさに滑稽。普段の生活の一コマを描いたようなこの作品は乾いた笑いを誘うダークで面白いシーンもたくさん登場します。Yes, now Google it. Stu is the first human friend that I've had for a long time. With humans, there is a tendency to die. Yeah. 第4位、キャビン。The board is locked! Oh, let's get this party started! この映画では10代の若者グループが森の中にあるキャビンで敵の幽霊たちによって危機にさらされていきます。よくあるホラー映画とは少し違い、面白おかしく話は展開されます。実は若者たちは知らない間に人類を守ろうとする謎の団体によって操作されていました。技術者たちの態度は犠牲になりかけている若者たちとは反対にたくさんの笑いを生み出します。幸い若者たちは何が起こっているのか気づき始めるのですが、 I'm the boss of my own brain, so give it up. ダークな面白さに恐ろしさ、それにホラー映画の観客の真意を痛いほど分かっているキャビン。新しいことを伝えるために馴染みのある罠を仕掛け、多くの笑いや恐怖を私たちに届けてくれます。 Don't take this lightly, boy. It wasn't all by your numbers. The fool nearly derailed the invocation with his insolence. 第3位、最終絶叫計画。 Yo, pick up the phone. What's up? What's up?おバカなパロディとスクリームなどのスラッシャー映画への皮肉が満載の最終絶叫計画は、ゴーストのマスクをかぶった殺人犯がティーンを次々と襲っていきます。若者たちはホラー映画での振る舞いを分かっているようですが、どの場面もおバカな結末が待っています。 It's a coincidence. Greg's right, Cindy. I mean, what do you think we're in a horror movie? ポップカルチャーに関連するものが詰め込まれていて、子供っぽいギャグを連発するこの映画は爆笑必須のコメディで続編を多数輩出しました。続編はオリジナル作品に完璧に沿ってはいませんが、最終絶叫計画は間違いなくどんな映画よりも度肝を抜かれるほど面白いホラー映画です。 Did I know you did last summer make any sense? Don't think so. 第2位、ショーン・オブ・ザ・デッド。この映画の主人公ショーンの冴えない人生はゾンビが街にあふれ出すと一変。ひたむきで怠け者なショーンはガールフレンドを救う計画を立てますが、事態は思わぬ方向へ展開します。ゾンビ映画の傑作に敬意を表し、エドガー・ライトとサイモン・ペグがタッグを組んだこの映画はユーモアに富んだ映像とセリフが満載。本当に面白いですし、真似したくなるセリフも多く、最高のアクションと血みどろ映像、それにクイーンの楽曲をクリエイティブに使用しています。Okay, John, it's time at the bar. Time to shoot and try looking through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. ショーン・
ブ・ザ・デッドは素晴らしいパロディーホラーというだけでなく素晴らしいコメディー映画とも言えます。果たして栄えある1位の作品は一体何でしょうか。 How's that for a slice of fried gold? Yeah, boy! これはハロウィンの時期やのんびりしたい週末にぴったりのランキングですね。連続で視聴するのも最高。第1位は私の個人的なお気に入りでもありますよ。でもその前にその他の作品を紹介いたします。I get this sense that he's that he's evil incarnate. Yeah. You need someone special. Someone who can take on a heinous monster and stop him in his tracks and take him to justice. That would be me. Boom! What happens to your furniture, cuz?動画の続きをご覧の前にウォッチモジョジャパンをチャンネル登録して最新の更新情報を受け取ってください。通知の頻度はお選びいただけます。第1位ヤングフランケンシュタイン。 Are there any questions before we proceed? I have one question, Dr. Frankenstein. That's Frankenstein.このメルブルックス監督映画はビクター・フランケンシュタインの孫のフレデリック・フランケンシュタインがあの悪名高い城を継承し渋々仕事を引き継ぐお話です。 Well, there it is. Home. しかしフレデリックのお話は恐怖というよりもコメディの傑作でユニバーサルのフランケンシュタインの映画をパロディにした作品です。それにユニバーサルの映画の小道具も使用。ジーン・ワイルダーをはじめとした豪華キャストが出演し奇妙で記憶に残るセリフが飛び交うヤング・フランケンシュタインはセックスをするよりも楽しい映画です。 Hello. Would you like to have a roll in the hay? It's fun! Roll, roll, roll in the hay!いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンをチャンネル登録してその他の動画もご覧ください。